ワグネル創設者ロシア軍のの主張一周ウクライナ東部での攻撃巡りロシア正規軍と同国の雇い兵組織ワグネルの対立が新たに浮き彫りになり両者の長年の緊張が一段と高まっているワグネルの創設者エフギニー・プリコジン氏は5日東部ドンバスでのウクライナ軍の反抗に対し大きな損害を与えたというロシアの主張を1周したプリコジン氏はロシアの主張は単純に乱暴で若げた SF だと述べた。 一方、ロシア国防省は6日にこの主張を再び強調。ウクライナ側で3700人の犠牲者が出たとした。ロシアはウクライナの攻撃について、同国がドネツク州で長い間、約束していた攻撃の一環だったと説明、4日と5日に行われたとした。これに対し、ウクライナ軍は5日、同州での大規模攻撃の情報はなく、偽の情報にはコメントしないと述べた。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防省は6日。 北米メディアでロシア軍がウクライナ側に3715人の犠牲を強いたほか多くの軍備を破壊したと述べたウクライナの反抗の試みは失敗した敵は足止めされたロシアの兵士と将校は戦闘で勇気と英雄のような行動を示したとショイグック暴衆は話したまたこの戦闘でロシア兵71人が死亡したと述べた しかしプリゴジン氏は5日夜に反論を展開し、この大成功が本当なら大虐殺に値すると指摘した、つまりこれはただの乱暴なファンタジーだと思うとプリゴジン氏はメッセージアプリ、テレグラムに投稿。またロシア軍がバフムート郊外のベルクヒウカ村からゆっくりと撤退していることを非難し、恥だと述べた。ロシア政府は6日、プリゴジン氏の主張を現実に即していないと否定した。 またバフムート近郊はなおロシアの占領下にあると強調した。ウクライナ政府高官らは一部地域で公正に移行していることを認めている。またある米高官は BBC が提携するアメリカ CBS ニュースに対しウクライナの犯行は序章に入ったが、まだ本番は始まっていないというのが正確だと語った。バフムートでウクライナ軍前進か。 ウクライナのハンナ・マレル国防次官は5日東部バフムート周辺でウクライナ軍の部隊が前進したと明らかにしたまたバフムートが戦闘の中心地になっているとも話したオロティミル・ゼレンスキー大統領はこの日のビデオ演説でウクライナの兵士を称えバフムート方面で期待している知らせをもたらしてくれたと感謝したバフムートは何ヶ月もの間激戦の中心となっている 戦略的な価値はほとんどないものの両国にとって象徴的な場所となったワグネルの戦闘員はバフムートでも戦闘に深く関わっておりプリコジン氏は繰り返しロシア当局が前線を支援していないと批判していた同志は5月末にバフムート占領を主張ロシア軍に引き渡すために撤退を開始すると明らかにしたプリコジン氏は独自の政治的野心を抱いているとされる ワグネルの目的は必ずず、しもロシア軍と一致せず両社間では緊張が生じているワグネルは日、ワグネル車両に向かって発砲したロシア軍の将校を拘束したと発表、ワグネルが公開した動画の中で、この将校はワグネルのことを嫌っており、酔っ払った際に発砲したと語ったこうなってくると戦局は混沌だな、ロシア人による軍隊のロシアへの攻撃や、傭兵と正規軍の圧力、 何はともあれ他国国をを侵略ししししててていいいるるととはそのエネルギーを浪費しているとしか言えない何も生み出さないまま自国の未来に向けての布石を積み上げている現ロシア政府をいつまで国民が支持するのか判断が遅くなればなるほど取り返しがつかなくなるロシアの発表が正しいのか正しくないかはしばらくすればわかるだろうウクライナ軍の被害規模が事実甚大であれば反転攻勢もできないだろう 嘘の戦果なら、もうロシアはかなり追い詰められていることになるので、ウクライナ軍の反転攻勢を防ぎきれないだろう、個人的には昔の日本の大本営のように、嘘を言っているだろうなと思う、もうプーチン政権は沈みかかった船だ、敵はウクライナと身内の中にも存在してくるだろう、誰がどう沈めて、誰が沈むのか見物だ、どちらにせよプーチンはもうだめだろうな、報いを受けてほしい。 ロシアが公開したウクライナの西側戦車破壊の映像、農業用トラクターとの疑惑ロシア国防省がウクライナ軍のドイツ製主力戦車を破壊する場面だとして公開した映像の中の装備が農業用トラクターだったとの疑惑が提起されたロイター通信とスプートニク通信など外信が6日に伝えたところによるとロシアの所有国防省はこの日の会見でウクライナ軍が反撃に出てから3日間で相当な戦果を挙げたと明らかにした 報道官の代わりに直接声明を朗読した彼はこの期間にウクライナ軍の戦車52台と装甲車207台を破壊しウクライナ兵3715人死亡または負傷したと話した特に6月5日にはゴゴ旅団が7つの方面から攻撃してくるのを阻止しさらに大きい被害を与えたとしこの過程でドイツ製レオパルト2戦車8台なども破壊したと明らかにした それでもロシア軍は戦車15台と装甲車9台が失われただけで、兵士71人が死亡、210人が負傷したと主張した。その後、ロシア国防省広報室は関連映像を公開した。ロシア軍の KA-52 攻撃ヘリコプターがエウパルト2戦車を破壊した際に撮影されたというこの白黒映像には、野原に止まっている黒い物体を狙った後、ミサイルを発射して爆発する場面が収められた。 だが、リアノー・ボスチ通信などを通じて報道された映像を見ると、破壊された車両の下部に戦車用駆動ベルトの代わりにタイヤがついているように見えるのが確認できる、上部に飛び出た部分もやはりレオパルト2戦車の方針というには過度に短い、ドイツ、DPA 通信はさらにウクライナ侵攻を支持するロシアの軍事ブロガーさえ、農業用トラクターを戦車と見間違えて破壊したという批判を浴びせていると伝えた。 PPA 通信はロシア国防省がレオパルト戦車を破壊したというが明らかに誤った写真を証拠として提示したと指摘した同メディアはロシアの一部では該当写真がウクライナにレオパルト2が支援される前の昨年撮影されたのではないかとの疑惑まで提起されているとし昨年2月にウクライナに侵攻してからロシア国防省は繰り返し戦果を誇張していると付け加えた ウクライナ軍には西側の企業から供与された偽装技術があり、その中にはダミー戦車、空気で膨らますタイプが含まれているレオパルト2はダミー戦車を作りやすい形状なので、ダミー戦車を前線に配置し、近づいてくるロシアの戦闘ヘリをスティンガーなどの対空兵器で狙い撃ちするとか、または長距離砲撃を打たて射撃ポイントを確認するとか、戦場ではいろいろと活用できると思うロシア国防省、攻撃を撃退と主張。 ウクライナ軍3 3700日間で人喪失ウクライナ侵略を続けるロシアのショイ国防省は6日、過去3日間にウクライナ軍が他方面の戦線で約束していた攻勢を実施したものの、ロシア軍により多大な損失を受けて撃退されたと主張したロシア国防省が同志の声明を発表した。 ショイグ社3日間の攻勢でウクライナ軍は3715人の人的損失を出し、戦車52両と207台の装甲車両、戦闘機5機などを喪失したと主張、ウクライナ軍は目標を達成できず、多大な損失を出して停止したと述べた、またロシア軍側も71人の戦死者と210人の負傷者を出し、戦車15両などを喪失したとした。 これに対しウクライナはロシアはウクライナ軍が反攻に失敗したとの虚偽情報を流し国民の戦意をくじこうとしていると指摘、犯行への着手を否定し、ロシアの主張を信じないいよう国民に呼びかけている。アメリカシンクタンク戦争研究所は5日、複数方面で戦闘の激化が観察されているとした一方、それがウクライナ軍の反攻作戦の一部かどうかを判断するには時期尚早だと指摘した。 一方、ロシア西部ベルゴロド州のグラトコフ知事は6日、ウクライナ軍と共闘しているロシア人義勇兵組織、ロシア義勇軍団が5日に支配下に置いたと表明した同州の集落、ノーバヤ・タポルジャンカを含め、州内に敵はいないと交流サイトを SNS で主張した。ただ、ロシア義勇軍団は同集落をなお支配下に置いていると表明、双方の主張が食い違っているウクライナの大規模攻勢は大掛かりにあって失敗すれば致命的になってしまいます。 守備ができなくなればロシア側に攻められます早く戦争を終わらせることにはなりますが本意ではないでしょう武器支援してもらっている手前功績を上げたいところでしょうけど知らぬ間にすり減らされた場合西側に無駄遣いだったと気づかれてしまい支援を止められてしまいますきっと日本だけは人道支援とかでお金を永遠に支給するのでしょうね支援し街がきれいになった頃ウクライナ政府が不責を抹消するためロシア側に寝返りすべてロシアのものになるという悪夢を見たくありません